シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よくのけはモンストニース予想をやってくってやつで。さあ、というわけで今回も毎週恒例モンストニュース予想をやっていくぜ。で、これはあくまで予想であって、みんなとワクワクしながら明日のモンストニュースを迎えるためにやってるから、そこはよろしく頼むぜ。オッケー、早速やっていこう。さあ、というわけでまずは去年のモンストニュース振り返っていくぜ。去年の12月22日のモンストニュースはコラボ追加情報が発表されたということで、主な内容を見ていこう。超究極エキドナ。はい、これ驚いたな。まあ、そもそもコラボアルファのコラボで超究極あるんかなというところで、ここで初の発表、追加超究極ではなくて初めての超究極で、さらにその元々普通の状態で実装されていないキャラクターがこういうクリスマス仕様とかで実装されるんかなと思っていたら、エキドナが、はい、クリスマス仕様で初の実装と。まあ、今回のスパイファミリーでは普通にやってきているけども、まあ、ここがね、こういうタイプの初でした。いや、驚いたな。で、難易度は周回系だったが、後に、その他のキャラ3体以上編成しろという縛りミッションが判明。まあ、それは難易度がなかなかだったと。はい、そういうもので、プラスのものが実装されました。報酬追加。で、お次は、過去のクリスマス仕様ガチャが復刻。去年はこのタイミングで全てが復刻しました。はい、お次は、守護獣、フォンフォン。え、あなたまだ1年経ってなかったの？すごい存在感あるけども。いや、俺、名前がなかなか覚えられなくてよ。フォンフォンなんだな、フォンフォン。フィンフィンやら、タンタンやら、ティンティンなんか、ジン、いっぱい思うけど、まあ、ここでやってきました。で、能力は、味方の友情コンボ威力が3ターンの間 50% アップという非常に強力なもので、この前は、プリシーパーを使っていたんだけども、もう発動条件が圧倒的に楽すぎて、フォンフォンにもう変わっちゃったと。はい、そういう優秀な守護獣でした。オッケー。ルーの友達って誰やねん、はい。はい、で、お次は、めでたい一家登場ということで、ここで、年越しキャンペーン第1弾が発表されました。はい、こんな感じで、ケイウサが登場。超爆豪祭が発表。さらに、毎年恒例のオーブ50個ぐらい配るやつ。でもここ、去年は、この引き換え券になっちゃったんだよな。おいってとこだけども。はい、プラスで徳エルの園が発表。そして、重心化、イチトくん。はい、見ていこう。イチトくんは4ギミック対応になりまして、幅広くいける。で、殴り火力は超バラ、超アンチワープ、底力 M と出していけるし、超アンチ16バリアのスピードもある。まあ、全体的に結構ね、いい感じで、さらに号令 SS も持っているんだが、地味に幅広くいけるが、大活躍はしてないというところだよな。まあ、その幅広いギミック対応力を活かして活躍してほしいところ。はい、お次は、シンドバッドさん。急に車椅子かなんか乗ってるけども、これなんか後ろの機械の中に入ってるってことかな。いや、わからんぞ。ほんと単体で飛んでる可能性もあるかもしれんな。まあまあ、それはいいとしてみていこう。はい、シンドバッドさんは、元々のダメージボールと重力バリアに、超がついて、さらにアンチワープをもらいました。でさらに SS 短短縮で号令 SS が早く打てるようになったし、スピードアップ加速が棒スピアップになりました。高難易度でいい感じの性能。まあ、昔と変わらず自身も戦っていけるのにサポートもやってくれますよという性能になっていて、まあ地味ではあるけども棒スピアップありがたいよな。で、コラボ超究極とかと天魔石とかアンチワープもらったことによっていけるようになったけども、大活躍というわけではなかったよな。まあ、でも結構どっかで使ったよなという記憶があって、思い返してみると SAO の夏アルファコラボの超究極ユージオ&キリトで、あそこでほら水属性縛りミッションで使ったんだわというのを思い出して、まあ、ああいう活躍があるから怖いよねというところがあるよな。はい、まあ十分いいかなという性能。シンドバッドさんでした。オッケー。イラスト違いもある。オッケー。さあ、というわけで、モンストニュース予想に入っていくぜ。コラボ開始初のモンストニュースを迎えるスパイファミリーコラボアルファ。追加情報は一体どうなるのだろうかということで。はい、まあここ最近のモンストは 100% コラボの追加情報が発表されているから、まあここはね絶対あると思うんだけども、それがどうなるのだろうかというところだよな。
一応まあ追加情報があると思われる理由を説明しておくと、はい、コラボ恒例のストライカーカードが実装されていないから、まああるよねというふうになっていて、で、あのミッションはコンプリートって出たよな。出たからあそこの追加はないんかもしれんが、まあさすがにミッションの追加、あれないんかな？ 4 人目が追加とかもないんかな？うん、まあちょっとわからんが、まあ別のもんがやってくる可能性はでかいと。で、いつも通りの追加やっぱり超究極だよな。去年もあったようにエキドラが追加されていた。まあ同じように最初のモンストニュースで一つ目の超究極を発表するんじゃないかなと。で、その場合超究極誰になるのかというところだよな。はい。で、今回は映画コラボということなんだけども、まだ映画は公開されていない。まあ、すぐに公開されるけども、まあ、映画のコラボの映画の宣伝なんだけども、その映画の内容を取り扱いすぎてしまうと、ちょっと中が分かってしまうから、やっぱりまあ、いつものコラボアルファな感じでやっていくんだと思う。まあ、守護獣は映画の内容を扱ってるみたいだけども、だから、やっぱそのね、今回の映画のキャラクターをポッと出すよりは、まあ、普段からね、スパイファミリー見てる方にとっては出てほしい。欲しいと思う、有利なんじゃないかなと思うな。はい。まあ、さすがに2回コラボして登場しないのはもったいないしかわいそうだよな。出てほしいし俺も。で、その場合、降臨で存在していない水属性になってきて、ロイドアルファが適性になるんじゃないかなと。まあ作中でも因縁あるし、ちょうどね、みんな結構ハマってんだよな、うん、原作的に。ということはロイドなんじゃないかなと。はい。で、夜さんの動向を使わない縛りミッションがやってくるかもしれんし、それとは別に映画を、まあ、程よく扱った周回系コインとかそういうクエストがやってくるかもしれんなと。はい。という感じの予想になっているぜ。OK。さあ、というわけでお次はクリスマス関連の発表ということで、毎年この時期はクリスマスの復刻ガチャが開催されているんだけども、今年はなぜか2019年と2021年がもうすでに復刻していると。うん、でも残りのガチャが復刻するかもしれないよねという状況になっている。で、これややこしいんだけども、2019年から現在まではアルファのキャラクターが実装されているよな。でもそれより前はモンストの元々のキャラクターが絵違いになって実装されるというものになっていて、それが2016年と2017年、で2018年、ここにはないけども劇中にそういうキャラクターが実装されてガチャ開催というものがあった。弁財天とか弥勒、はい、そういう風になっていて、今年も残りのガチャが復刻するかもしれないよという状況になっている。まあ、本当に2020年のアルファだけ復刻しなかったっていうのは今年回するかもというところなんかな。はい。で、プラスで解説していくと、このクリスマスの復刻ガチャというのは24日と25日の2日間開催されるものになっていて、本当に0時から23時59分までで2日間開催されるものになっている。まあ期間ちょっと短いよな。はい。で、そこで去年はモンコレデラックスが23時59分終了となっていて、このクリスマスガチャに合わせようとするような感じで開催されていたと。で、今年も同じようにそんな感じの開催になってんだよな。でもまあ去年と違って、去年はそのモンコレデラックスの終了からクリスマスガチャに繋がったんだけども、今年は違うんだよな。はい。だからこの後に発表されるガチャの終了日時が気になるところとなっている。で、現在20日の18時、モンストの公式サイトの方に次のガチャの最新情報が来るかなと思って待っていたんだけども、何もなかったな。うん。だからまあおそらく明日の18時ぐらいにしれーっと次のガチャが発表されるか、モンストクリスマスの復刻ガチャが早めに開催されるか、まあどっちかだろうな。特別なもんはないと思うけども、まあそういう風になってくるんじゃないかなというところ。で、なぜこんなにクリスマスの復刻ガチャについて話しているかというと、これがありまして、はい。2年連続クリスマスバージョン、クリスマスの絵違いがある限定キャラの重心化重心化回が号外で発表されてるんだよな。はい。ということで今年もあるかもと、日付が変わって24日になる前ぐらいに号外がバーンって入ってきて発表されましたと。はい。こんな感じで左側、最初にガチャのバナーの画像を発表しておいて、後に右のように変えてくるという、まあそういう風なサプライズ発表が
ありました。だから今年もあるかもねと。で、その場合誰になるのかというと、やっぱこれだよな。はい、可能性があるのは弁財天か弥勒。まあ順番的に弥勒でしょう。まあ弥勒だろうな。で、去年はそのモンストクリスマスの復刻が終わった後にミカエルがモンジェネで超アップされているということがあって、今回水の遊園がまだ開催されていないんだよな。弥勒怪しい。これ弥勒じゃないかな、もうな。はい、というところですわ。 OK。 はい、というわけでお次はモンストシコシ、モンストシコシキ、なんかこれ毎年変な感じするな。モンスト年越し年末年始キャンペーン第1弾の発表ということで、毎年この時期には年越しキャンペーンの第1弾が発表されると。で、去年の例で言いますと、振り返ったようにまずケウサでも、今年はスパイファミリーコラボで経験値上げやべえのがあるから、ケウサはあってもその正月、コラボ終わってからの正月のあたりで経営差出現ってやるんじゃないかなというところで、超爆豪祭、はい、今年は霊月があるから超爆豪霊祭になるんじゃないかなと。はい、まあ豊作やってくるの嬉しいな。まあ分からんけども、はい。で、トクエルの園、これがマジでけんだわ、ほんと。これはほんと楽しみにしてるから絶対に来てくれ、はい、というものが発表されました。で、お好みルーレットマジなかったな。なんか10周年でいろいろやってくれたけど、結構楽しみなお好みルーレットがなかったのは、個人的にはちょっとうーんと思っちゃったな。だからもしかすると昔やってた年末に結構オーブ当たりますよみたいな、そういう、まあくじルーレットでもないけども、そういうものやってくれるんじゃないかなと期待している。そうだよな。まあ、でもそれがなかったとしても、毎年この時期にはオーブ配ってるから、こんな感じで。まあ、今回もこのチケットになってくると思うんだけど、引き換え券かな。まあ、一応皆さんオーブ配ってるということをお忘れなく。あ、クリスマスの日にくれんかな。クリスマスにオーブください。はい。はい、という感じでした。OK。爆デスの発表、なぜかトレジャーナインが終了する前にいつも発表してんのに発表なかった爆デス。どういうこと？公式使ってみたもん、なんか、ね、重心化回避しなくなったよな。え？ちょっとね、あれはでも、あっていいんじゃないかな。なんかあるんかな、理由が。詳しい方いますか？これ、どういうことでしょう？はい。で、しかもこれ、なんか、挑戦可能期間の12月19日木曜日、これ、間違ってるこれ。これ19日これ火曜日よ。どうした？モンスト。はい、という感じになっておりました。重心化予想、重心化回予想やっていこう。ギルガメッシュ2020年クリスマスアルファ。いいからそこに並べ、俺が焼き寄せてやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼き入って仕方ねえ。